はいどうも、またほぼリアルタイムの発信になります。今自分はですね、見えますか、池袋駅にいるんですけども、いやー、もう3箇所ぐらいマックを点々と渡り歩いているんですけども、やっぱ24時間営業のところがなかなかないんでね、次は始発に乗って原宿の24時間営業の、しかもコンセントありのマックへ行ってきます。これでパソコンの編集ができますね。携帯の充電もできます。カメラの充電もできます。ではまた。